ワンビットハート、ワンビットハート。やあ、せつづけいすきだよ。よし、じゃあ前回引き続き2パート連続で友達作りパートにします。で、今回はここに立ってるってことはよう分かるよね。この子だ。あ、このちょっと病んでそうな、病んでる系美少女と友達になります。この子さ、いくつか、年はいくつか分からんけどさ、七七くんが3付けで4秒圏年上なんだろうな。身長も7ゲリに七七くんよりも上なんよな、これよ、見たら。ああ、なあ、お前は顔なしか、お前は顔なしか、お前はな、出て当初の顔なしじゃん、お前は。何も飲み込んでない時の顔なしじゃん、お前お前、間違えた、こっちこっちこっち。この人はちょっと病んでる。サーヤさん、愛されたいと常に嘆いているよ。ちょっとじゃないんだよな。これどう見てもちょっとじゃないんだよな、俺に。好物は猫？他は愛がわかるものかな？愛がわかるものなの？愛がわからないものには興味を示せないタイプの人間か、お前は。確かに猫は愛を感じるけどな。猫飼いよったら、いや飼ってないけどさ、俺猫飼ってないけどさ、猫の動画を見とか見よったらさ、 YouTube で猫の動画とか見よったら飼い主の愛情を感じる時がよくあるもんな。そういうことか。では捧げていきます。猫と愛を感じるものってことで、まあ猫の方が結構いろいろ、いつ言えば結構グッズあるような。例えばこの猫、猫のシュシュ、シュシュね。ごめん、俺ファッションセンスなしやけんさ、シュシュって言葉を聞いてさ、どんなものか思い浮かばんのよな。シュシュって聞いたらポニーテールとシュシュっていう AKB が出てくるからな、お前。この猫のシュシュ、ふふ、かわいいね、ありがとう、ありがとうみたいな感じじゃなくて、ありがとうみたいな感じなんだろうな、テンション。と、もう一つ、ヌコジェラシっていうね、猫には大人気のおもちゃ。この子にも大人気であってほしいなって思いまして買いました。私にくれるの？あなたがくれるものなら何でも嬉しいよ。あれ、なんかこれなんかちょっと違ったかな、この反応。なんか好感度一番高い3つのアイテム以外のものをあげた時の反応っぽいな、これ。これはちょっと違うんか。シュシュとあと2つなんだろうな。愛を感じるものって方か。そうなると愛ね。セクシー、結婚は愛ですよ。結婚は愛がないとできませんからね。あ、違うんかな。やっぱ結婚はさすがに早すぎるんかな。年頃とはいえ、思春期ではいえと、あ、まだ結婚は早すぎる年なんかな。来た、イベント。あ、どうかしました、サーヤさん。ナーシさんは私のことを好きですか？うわ、友達作りパートで、友達作りパートでいきなりこう、好きですかっていうさ、好きですかっていう言い方してくる人初めて来ました。友達作りパート何回かやったけどさ、初めてですよ、皆さん。え、最近距離が近いのでね。あ、そうか。ちょっとヤンデレ感があるけんさ、ヤンデレの子ってさ、ちょっと距離が近いだけでさ、なんか愛を感じるタイプのかもしれない。え、ああ、ごめんね、嫌だった。いや、その、嫌じゃないです。おお、すごい笑顔。ちょっと、でもなんか、ヤンデレっていう固定概念つけたら、ちょっとそれが不気味にも聞こえてくるのが、ヤンデレのいいとこかもしれない。いいとこだん。よかった、サーヤさんに嫌われちゃったらどうしようかと思ったよ。それはやはり、私のことを好きってことですか？え？やばい、言葉の一つ一つになんか意味ありげな重みを感じるんやけど、ヤンデレ的な闇を感じる重みです、これは。ブラックホール、ブラックホールですね、これは。あ、そうだね、うん、嫌いじゃないよ。なら私を愛してくれますか？極端なんだ、この子は。極端なんだ。嫌いか、嫌いか、愛をするぐらい好きなのか、愛をしてくれるぐらい好きなのかって。その2択やけん、2極化してるからな、この中の、この女の子の中での好感度っていうパロメーターは。え？デジタル思考、デジタルの。私と付き合ってください。ちょっと待って、友達作りパートのはずなのにさ、つまじに通り越して、彼女にはいそうな感じになってる。オッケー、グーグル。七七くんも軽いな、お前。七七くんも軽いな、お前。え、本当ですか？
多分この時だけちょっと声荒げとると思う。断る必要ってあるの？なじくん、なじくん、それはちょっとズバッと言え、簡単に言い過ぎじゃないの？恋人ってのもさ、なかなか相手を考えないといけないところがあるんだぞ、なじくん。まあ、私あんまり可愛くないし、明るくもないし、面白くもないから。いや、可愛いし、明るくなくてもさ、クールな女の子が好きな人もおるし、面白くもないっていうに関してはさ、女の子に求める条件ではないと思うんだ、俺は。さあ、やさんは可愛いですよ。明るくないところも魅力的だし、あと、いろいろなところで面白いと思いますよ。いろいろなところでどうなんだ、ナルシ君。ちょっとそこを俺は気になる。あ、じゃあ、なんだく、ちょっと待って、お前も、お前も調子に乗りすぎて、ナルシ君のこと、ななくんとか、相性で呼ぶんじゃないわ、お前も。ななくん？わあ、なんかあだ名つけられた。初めてあだ名つけられるのも悪い感じじゃないな。なしこ、多分こんな感じで思ってる。私のことはサーヤと呼んでください。呼びにくいでしょうから。サーヤ、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 あんま変わらん。呼び捨てでいいのかな。それ彼女なんだから呼び捨ての方がいいんじゃないですか。むしろ彼女なんですから。呼び捨てでないと嫌です。わかった、さや。じゃあ今日からよろしくね、ナナくん。ふふ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 。おわあ、なんかゾクッとする。よろしくね、ゾクッとしてんじゃん、お前。お前ちょっとゾクッとしてんじゃん、お前。ヤンデレ特有の、ヤンデレ特有のゾクッとする感じがあるな、お前。ちょっと待って、友達作りパートのはずなのにさ、恋人作りパートになってしまったよ。ちょっと待って、みんな、これは予想外、これは予想外ですよ、みさん。ワンビートハートの作者さん、何してくれるんですか。予想外ぶっ込まないでください、お前。予想外をぶっ込んでいるのはストーリーが進んだ時とか、実はな、そんな感じですよ、お前。あーじゃないんだよ、お前も。あーじゃないんだよ、お前。彼氏と会った時の反応じゃねえんだよ、お前、それは。よろしくね、ナナくん。おお、常にナナくんって呼ぶようになってしてる。恋人認定しちゃった、お前。恋人認知してたよ。もっと見つくぞ。恋人だからな。恋人だからどんどん見ついてもいいような気がしてくるよね。愛を感じるもの。愛ね。プロテインに愛を感じますか？あなたはプロテインに愛を感じますか？筋トレ好きのマッスルな男の人は筋肉に愛を感じるらしいですからね。あなたはそうですか？違いますね。あ、マフマフラ、これもある意味愛を感じる。ある意味っつか、手作り感、手作りなんかは知らんけどさ、作った人の愛を感じれるようなもんじゃない？マフラーって暖かいし。あ、違うんかな、違った。あ、これ優しい味わい、母の味として紹介される優しい味わい、母の愛を感じれるってやつじゃないもんや、これ。あー、多分さやちゃん、これお母さんから愛情を受け取らずに育ったタイプの人間かもしれない。え、じゃあ今のところ子猫のシュシュだけでこれ大当たり。ナナくん。おーと、いきなり開幕ナナくんって呼んでくる。こんにちは。こんにちはじゃないよ。え、あれ、怒ってますね。怒ってますね。めっちゃ怒ってる、ナナシ君。当たり前だよ。どうして、どうして他の女と連絡しているんだ。そこ来た、ヤンデレ要素来ました。もうこんなストレートにズバッとヤンデレ要素を見せてくれる女の子、大好きです。割と好きです。ミサイちゃんとかミュウミさん、他の女の名前を私の前で口にしないで。独占欲強い、思いっきり独占欲強いだ、この子。というか、俺、サヤに連絡先とか教えてないよね。確かに。もうそもそも友達作りパートってさ、その連絡先をさ、手に入れるためのものという考えても間違いではないからな。友達を作ろうと思ってるのにさ、いきなりさ、恋人できてしまったタイプの流れやけんさ、本当のとこだったら連絡先とか聞きに行くためのパートなんやけどな、これ。教えたよ。
そうだったっけ？ちょっとナレシコも騙されるな、お前。お、自分が覚えてないだけかもしれないみたいな感じで思うね、お前も。寝てる間に。え？えずーそれは友達にさ、さやちゃんの前で寝たことがあるみたいな、さやちゃんと一緒に寝たことがあるみたいな感じで言うてるもん。お前らすごい進展してんな、お前。俺の見てない間にすごい進展したな、お前。でも、ダメだよ。次、連絡したら、私、手首切っちゃうから、リスか。やってる路線、増してくるじゃないですか。やめてください。俺が悪いのに、サヤが自分を傷つけるの？連絡先させちゃう。私も悪いもん。だから、もう、女の子とは連絡取らないで。友達だから、とか、なしだよ。じゃあ、可愛い男の子は？え、これはハリア君のこと？ハリア君のことを言ってるの？可愛い男の子もダメ。はい、ハリア君もダメでーす。ハリア君ダメでーす。近づかないでください。ナイチ君に近づかないでください。ハリア君ダメでーす。わかった、わかった言っちゃった。ナイチ君もナイチ君でわかった言っちゃった。ハリア君と一生会えんな、もう。ごめんな。このワンビットハートの視聴者で、ワンビットハートのファンで、ハリア君のファン、男の子のファン。ごめんな。約束だからね。やばい。この約束の重みが強いぞ。努力はするよ。あ、そうと。あ、ミサイちゃんから連絡してきた。ちょっとだけやめろ、お前。そう、ちょっとだけでさ、どんどんやっていくパターンだろうな、ラジ君。お前、薬物の入りみたいな感じのやめろ、お前。手首切るよ。あ、じゃあ俺も切るよ。動脈で切った方がいい。やめろ、お前。爆弾の解体みたいな話じゃないぞ、お前。ダメに決まってるでしょ。殺しちゃうよ。殺せるの？私たちが愛されないなら、あなたを殺して私も死ぬ。ダメだよ、死ぬなら俺一人で死ぬ。私を一人にする気なの？お前話こじれすぎだろ、お前。誰が死ぬとか誰が生きるとかで話こじれすぎじゃん、お前ら。お前バカで出て隣にいる生身の人間じゃないと。いや、もう奈々くんのバカ。ああ、サーヤさん行っちゃった。まあ、とりあえず手首切るゾーンからは出してくれたから大丈夫かな。多分。いや、これで大丈夫って思っているナラシ君もナラシ君ですがね。俺も帰ろうと。気楽に帰るんじゃないよ、お前。俺も帰ろうとで気楽に言うようなことじゃなかったぞ、お前。目の前の出来事は、お前。機嫌直してくれ。機嫌直してくれ、お前。わ、めっちゃね、音質されてるやん、お前。めっちゃね、音質してくれやん、お前。まあ、そこまで愛してくれる女の子が俺も欲しいなって思いますけどね。ヤンデレじゃなかったら許す。ヤンデレじゃなかったら、よかったやん、お前。シュシュ、もう、シュシュ上げすぎてさ、ちょっと頭につけるやん、もうシュシュって。シュシュってどこにつけるもんか、ちょっと俺分からんだけどさ、肩中シュシュだらけになっていくからな、どんどん。好感度上げるためにさ、どんどんシュシュだらけ、シュシュだらけにして、シュシュだらけの女の子、サーヤちゃんになっちまうからな。もう、シュシュから、インスタグラムの写真がシュシュだらけ、体中シュシュつけまくった写真で埋め尽くしてやるからな、お前。ナナ君。あ、どうも。私ね、あの後、お家に帰って頭冷やしたの。ごめんね。本当にこんな女で嫌だよね。頭冷やせるんじゃ。よかった。結構、冷静になって考えたら、ちょっと自分も良くないみたいな感じで思ってくれるタイプのヤネレだったわ。サヤはサヤのままでいいんだよ。え？俺はサヤのこと何でもわかるから、ちょっとそれはちょっと言い過ぎじゃないですか。あなたの全てを知っていますみたいな、ざっくり図書をやめてください。桜井翔ですよ、桜井翔。ナナ君、私も、もっとナナ君のことを知りたいな。あ、そう。じゃあこっち。え？どこ行くんだ。なんで五つさん出てきた。もう関係ないよね。もう関係ない人出てきたよね。マックバイル五つさんの気持ち考えたことあるの？ふざけているのか、グミンが。俺は精神科医じゃないぞ。その通りじゃ。グーの出も出ないぐらいの正論ですな、お前。あ、いや、ちょっと中身入れ替えてもらおうかなって思う。お前さ、さらっとナシ君もすごいほどいいやつだ、お前。中身入れ替えてもらおうと思う。ええ、ちょっとサヤちゃんも引く。サヤちゃんでも引く、これは。
状況を説明しろ。それそうなるわ。そういう反応やろ、ゆずさんからしたらお前。カクカクしかしじゃあ、あれやこれや。なるほど。それならば貴様のデータをその金髪に置くだけでいいだろう。なるほどって何を感じたお前。なんで何を感じ、そのなるほどって4文字が出てきたお前も。バカなのか。そういうこともできるんですか。ああ、お前の脳波も解析していたからな。いつの間に。ちょっと内服の周りの人ってちょっと危なっかしい人がたくさんいるんですけど。ただこいつは常人とはしかし違うからな。それに負担はあるぞ金髪。奈良君のこと知れるなら。そうか、ほらよ。フジコキャー。あ、サーヤさん倒れちゃった。ふむ、俺様でさえ実際に自分の脳波とリンクさせてみるのもためらうレベルのものだったからな。当然の結果だ。あの妄想レベルがそんなにヤバいものだったとは。いや、他の要素だと思うが。しかしよくこの金髪と行動を共に、行動を特に問題もなく共にすることができたな。貴様のようなタイプが一番こういう愚民とは相性が悪いとは思うが。病んでる人の隣に明るい人を配置すると、病んでる人がさらに病むってやつですね。よくわからんけど。あ、そや大丈夫。あ、大丈夫です。本当にか。すごい倒れ方だ。ドーンって。チェックにちょっと小さい目、小さめの爆弾が爆発してたようなドーンって音が聞こえたけど。え、あれ、ご心配には及びません。あ、夏休みの課題をしなきゃ。私これで帰ります。それでは。どうした、いきなり夏休みの課題とか出てきたけど。何かおかしくなってません？あの金髪は初めからおかしかっただろう。そのまあ確かにね。うん、あ、俺も帰ります。ああ、まあデータも取れたし今回のことは許してやるよ。はーい。あの井筒って野郎、何上から目線で許してやるとか言ってんだ。データをくれてやってるのは俺のことなんだぞお前。って言ったら多分次会うとき舞台やるから言わない。なんか心境に変化あったんかな、もしかして。どうした、無言になっちゃった。突然無言になっちゃった。なんで、なんかあったんかな。はい、シュッシュあげるよ。こんにちは、奈良さん。あれ、ちょっと待って、今奈良さんって言った、もろうた言葉。あ、こんにちは、サーヤさん。あれ、最近ちょっと変わりました。そうですか。いや、明らかに。いえ、ナレさんのことを知っていかに私が甘い生き方をしていたのかを思い知らせました。どういうこと。ナレシさんの、ナレシ君何を知ったんだお前は。ちょっと何を見たんや、ナレシ君に。ナレシ君、ナレシ君で何を見たんやお前は。あのような世界の見方があり、その上でナレシさんはそのように生きているのですね。何を見た、本当に何を見たんやお前。何か悟ってますけれど、俺そんな変な生き方はしてないですよ。変？いえ、これは神の領域。そう、ナレさんは神です。ちょ待て。どういう心境の変わり方やお前。病んでる女の子は神ですってお前。ちょっと待て、もしかしてなんか危ない宗教とかで誘われたお前。危ない宗教にドハマりし始めたお前。私ナレシ神を信仰する。いえ、宗教にしましょう。ナレシ神を崇める、ナレシ教を作るんです。ちょっと待て、え、どういう心境の変わり方や。この変わり方は予想外です。ちょっと心配なのでフレンド交換してもいいですか。どういうタイミングでフレンド交換してるんだお前も。お前まで、ああ、カイに愛みされるのだ。私ははい、私のことを嫌いになっても私はあなたを愛しています。ずっと永遠ですから。わあ、なんかヤンデレの時となんか宗教ドハマりしとる時とでなんか捉え方がだいぶ違う言葉を言われた気がするけど、とりあえずうん、よかった、うん、よかった。ちょっと元に戻ったかなっていうような発言したわ今。愛が誓うベクトルで思い。ああ、これ私からの誓いの印としてどうぞお受け取りください。これ何に使ったリボンですか。さあ、何でしょう。一応もらっておきますね。
どうぞ背後にはお気をつけて。ふふふ。いやな、な、な、リボンって、そのリボンなんだお前。何のリボンだお前。サーヤのリボン。2メーターほどある長い、長く青いリボン。触り心地はいい。そうだ、触り心地いいの。おっぱいとどっちが触り心地いいっすか。よっしゃ、信者1号。だったら、七指針からこういうありがたいプレゼントをしてやろう。これ。アハンのビキニじゃ。こんな、いやらしいビキニを着た者は救われるという、七指教の教えによって、お前をこれ与えてやるからな、お前。あなたがくれるものなら、何でも嬉しいよ。身につけろ。これを着る者は、救われるぞ、お前。